こんにちは、三四郎吹奏楽部です。さあ、本日は第5回目の、練習でございます。まあ、平日は基本的に僕トランペットの練習をしてまして、土日は、まあまあ、お仕事がね、まあ、多少あるので、まあ、そこで、まあ、吹奏楽のネタをやったり、まあ、司会のね、まあ、主に司会なんですけどもやっておりまして、さあ今日第5回目ということでですね、新入生のみんなどうですか。新入生のみんなからしたらね、まあ、平日5回目なんて月1日がやって金曜日でね、まあ、ぐらいになってると思うんですけども、上達はしておりますか。僕が、5日目ですね、まあ、5回目ですね、練習ちょっとね、もう真っ日で、音は安定しないですよ。音らしい音鳴ってないですけども、鳴らすことはちょっとできる気がしてきました。前々は 2% ぐらいだったんですけども、今日は、まあ、もう今は、40% ぐらいの確率でいきなりいきます。ちょっといきます。でしょうけど、経験者からしてこれ1年生やったら分かってくれますよね、この気持ち。あとこれね、真っ昼でこうやって吹いてる人に質問なんですけど、ここめっちゃツバ垂れてこないですか。なんかめっちゃ嫌なんですけどね。まあ、今日の目標はですね、前回やりましたら、ベーツ A で F ベーツ A で F、 はい、ここまでをまあできるようにですね、やっぱり反復練習で、していきたいと思います。あと余裕があればタンギングをしていきます。頑張りましょう。ちょっとですね、今、まあ、前回の復習をやると今言ってまして、ド、まあ、B から F までやってたんですけども、ちょっとやっぱり、まあ、行けるところまで行こうっていうので、まあ、B から次の B までやってみたんですよ。ちょっと聞いてもらっていいですか。指はちょっと覚えました。今何も見ずに行きますね。ちょっとうるさかったですよ。これはいい、素晴らしいです。